こんにちは、ニオドです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今日もサブチャンネル楽しくやってまいりましょう。メインチャンネルから来た人はね、流れが分かっていると思いますけど、今日ここから見てくれてる人のために軽く説明します。私の過去の動画見ていただけると分かるんですが、ちょっとね、模様替えしました。で、まあ、模様替えというか、模様替えを趣にしたわけじゃなく、大掃除をね、しています。そのついでにちょっとね、配列変えたり、機器類全部出して、掃除してね、もう一回戻したので、そんな感じで、ちょっとね、配置が変わっております。今日鳴らしますのは、レコードをかけていきます。イマジネーション、高田光恵。私はピアノ、これをかけていこうかなと思います。これですが、今日はですね、こちらのヤマハの GT2000X、YSA1 を搭載した、ただ茶色い、レコードプレイヤーですが、隣とかに映ってるのは GT2000 ですね。はい。YA39 と YSA1、どっちがいいんだって言っても、微妙だなっていう感じです。カートリッジ付け替えがめんどくさいな、YSA1 って思うぐらいですね。はい。まあ、見た目はね、いいですけどね、GT2000 が粗悪品でできてるのかって言ったらそんなことなく、ヤマハの最高峰は、GT2000 だと思っていますし、当時のですよ。で、特別バージョンで出たのが、GT2000X じゃないかなと。まあ、GT2000 のX のシャフトが太いとかね、言いますけど、じゃあ GT2000 は細いのかっていうことになるけど、もともと GT2000 の特別バージョンを作んないといけないから、じゃあどこやるっつって多分太くなったんじゃないかなと思いますけど、それを考えると、GT2000 がね、粗悪品っていうわけではございません。GT2000 がね、あくまでも、当時の最高峰であり、この茶色いのが、特別仕様で、出たんじゃないかなっていう感じでございます。まあね、この時代のプレイヤー、このヤマハのプレイヤーは人気だったというか、それはやっぱいろいろなオプションがあって、楽しめるっていうのがね、やっぱ楽しくて、そんなんでね、人気があったんではないかなと思います。今日は、こちらのね、GT2000X。で、DL301。DL103 だ。DL103R。DL103R。を使いまして、オーレックスの SY88 につなげております。それで、こちらのテクニクス 60A をね、鳴らしていきたいと思います。1曲かけて、さっさとね、かけていかないと、みんなね、他のチャンネルに飛んでっちゃうので、さっさとかけていこうと思います。で、鳴らしますスピーカーは、前回とかまでは、小型スピーカー、自作のね、8センチ、10センチで遊んでたと思いますが、今回は、前にあります、2S305 というね、三菱の、スピーカーをかけていこうと思います。たっぷりたっぷり余裕で鳴る感じをね、聞いていただければと思います。はい。それではね、よろしくお願いいたします。
しさ優しくて言葉じゃなくて態度で分かり合えてもいたのに男の人なら誰でも細い肩をたけば分かる夜が怖いよな女でそれでいいのよ全て辛いけど涙見せない雨が降る夜にはビリジョ情けない女になってしまいそうな時にはサンバ食べ息が出ちゃうような恋静かに抱きすくめられて焼けた舌がないまでの懐かしい人しきりいただきましたが、やっぱ 2S305 ぐらいになるとね、やっぱたっぷりなって私のね好みではございます。今回はこれで以上となりますが、もしよかったらねチャンネル登録と高評価の方ポチッと押していただけると大変励みになります。よろしくお願いいたします。また次回何か他のアナログかけていこうかなと思いますんで、よろしくお願いいたします。今回は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。